おお、お前ら助かったぜ。今日はよろしくな。兄さんのためですよ。練習に集中してもらいたいので。とはいえ影山くんの代理だからね。しっかり働きますよ。じゃあまずその資料まとめて、除霊依頼のメールにも目を通しといてくれ。やってますか？予約してないんですけど。ああ、今ならすぐ。どうぞお座りください。よし、じゃあ早速お茶をお出しして。あれ、あいつはなんでか隠れました。高根さん、なぜここに？僕はともかく、兄さんがこんなうさんくさい店とつながりがあるなんて悟られるわけにはいかない。恋愛相談もやってるって聞いてきたんですけどね。うん、お願いできますか？恋愛相談？ではまずアンケート用紙に記入を。ふんふん、なるほど。使用中の生徒さんですか。私も使用中には知り合いがいるんですよ。ゲゲ、余計なこと言うんじゃない。ミキちゃん、相手はどんな子なんだい？いや、俺の仕事まで奪わないでくれるかな。ふむふむ、そうなると相手はおそらく同級生、もしくは先輩。何かスポーツをやっていて。すごい、当たってる。なるほど。サッカー部だからスパイクをプレゼントしようと思ってるのか。でもあまり高価なものだと気持ちより先に金銭的な価値、印象が先行してしまうし、それならまず友人関係から始めて、例えば部活以外では何をしているのかとか。というわけで、ミキさんは何も焦っていきなり告白する必要はないと私は思います。はい、ありがとうございます。すごく参考になりました。アンケート書いてないんですけど、私も相談いいですか？ええ、もちろん。あなたも恋愛に関する？はい。好きな相手は塾で会う他校の子なんですけど。おう、なるほどなるほど。よく話しかけてくれるんです。さっきからどうしたの？で、塾の帰りとかに一緒になったりもするんですけど、告白すべきでしょうか？確かにそのケースなら、すぐにでも告白してもいいかもしれませんね。おい！話を聞いた感触だと、相手もあなたが気になっているのは間違いない。告白すれば、十中八九うまくいくはずです。終わった。わかりました。ありがとうございました。またいつでもどうぞ。弟くんの知り合い？やけに大人びてたね。いや、まあ、言えない。兄さんには。